あのドアの向こうでは魔法使いどもの世界がある。奴らは魔法でドアを作り出し、俺たちの住む町ホールと奴らの世界をつなげる。うちだ。誰かいる。口の中にもう一人誰かいるぞ。お前は違う。おい、中のやつに何て言われた。お前は違うと。そうか、もういらん。一番サード魔法使いのフランケンシュタイン松村。おっしゃー、先生でん。30分おきに電気を流さないと暴れ出すからね。お気に見えるダイヤグビキニギャルうつうすバックアイ砕けよ骨を。6番センタージョンソン。ギュッギ気持ち悪い。フォアボール。ジャスティン。一気に三塁まで行くよ。ギュッギュセカンド。サード。盗塁成功。9番Nikaidoお願いします。くそ、まあ当たるまで投げてやるぜ。わしは取りたい。おっ、今年の景品だぜ。私はあれが欲しいな。餃子用の肉をミンチにできる。プレート180枚か。二人でならなんとかなる数だぜ。いいのか。ええー、俺の餃子だからな。12時だぞ。ストーリー。坊さん、塩だ。はい。生身だぶつ、生身だぶつ。ほーれほれ、団子が欲しいか。ほーれやべえ。おれ、よいしょっと。今年は数が多いな。まったくだ。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。ようこそブルーナイトオープニングパーティーへ。今ここにいるお前らは俺の仲間のパートナーになりたくて来ていると思う。午前0時を回ったらどんな手を使っても構わない。目当ての魔法使いとあの家に行き、悪魔たちの持つ契約書に二人でサインするんだ。ちゃっちゃとやっていこうぜ。じっとして、行くぜ。さあ、エン、彼女の契約書に俺のペンでサインしろ。それでは、エンの契約書にも。サインするんだ。二人はサインし終わったな。じゃあ契約書をお互いに交換して体に戻すんだ。今後ともよろしく、先輩。ほら、君も。やめろ。私はターキー、命ある人形を作り出す魔法使い。さて、それでは人形の作り方を説明します。材料はこちら。玉ねぎ、セロリを細かく切ってミキサーにかける。こんにゃく、ポルト酒、塩、コショウを加えよく混ぜる。カモは叩いて伸ばしたらタコ糸で巻いてオーブンへ。シンさんの煙とフォンドボーを10分おきにかけてじっくり焼き上げます。おいしそう。完成です。